はい、結構データの調整でよくあることなんですけども、まあ、これはめ込む部分にドグボンつけようとしたときに、うまくこうつかないと。まあ、通常であればこういう角にはドグボンつけられますよってアイコンが変化するんですけど、変化しません。で、こういうときにどうやってするかっていうと、まあ、対処するかっていうと、ですね、この、まあ、つけられないパスをノードエディットツールっていうのを見てみます。これ何かっていうと、この選択、このツールを使うとですね、イラレをやってる人とかならよくわかると思うんですけど、その線だけじゃなくて、その線を構成するポイントですね。まあ、イラレでいうアンカーポイントですね。このポイントをつなぐことで、まあ、線を表現してるんですけど、そのポイントの数を見せてくれます。で、こう、表示すると、こう、バーッとこうね、ポイントがたくさん表示されます。で、普通、直線とかだと、その、始点と終点にしかポイント必要ないんで、こう中間のね、直線になってるこのポイントの、こんなに必要ないんですけど、まあ、ライノのメイク 2D とか、あとは、イラストレーターのトレースで作ったようなベクターとかだと、こういうことがよく起こります。はい。じゃあ、どうやってこれを解決するかっていうと、まあ、ポイントの数を減らしてくれる、もっとスッキリさせてくれるツールがあるんですね。で、それどっかっていうと、このツールの中にある、これですね、カーブフィットっていう、このツールになります。で、選ぶと、まあ、いろいろ、その線をどうやってつなげていくかというのを選ぶんですけど、ですね、ドグボンをつけたい、こういう時の解決法の時は、ストレートラインというのを選びます。で、トーレランスっていうのは、その変換前のオリジナルのカーブと、変換後の単純化したカーブがどれぐらいずれることを、許すか。まだ、許容値ですね。許容誤差なんですけど、これ、まあ、ショップボット、だいたい、すごい精度よく組み立てても、プラマイ 0.1 ぐらいはまあずれると思うんで、まあ、それ以上にすごい細かくしても意味ないんですね。マシンの加工の方でブレるんで。なので、まあ、だいたいそのマシンの誤差の10分の1ぐらいに留めておいて大丈夫だと思います。だから、まあ、0.01 ミリにしてます。じゃあ、これで、変換かけてみましょう。はい。で、すると、こう、スッキリするんですね。はい。で、ちゃんと全部、ストレートのラインで、まあ、さっきポイントがバーってありましたけど、ちゃんと始点と終点のカクカクって曲がってるところにしかポイントがなくなりました。ただ、まあ、こっちのね、カーブの方は、やっぱカーブを直線の連続でこう表現しようとするので、どうしてもこういう、ですね、曲線のところはこれぐらいのポイント残ります。はい。じゃあ、これで、まあ、変換がかかったというところで、さっきのフィレットをやってみましょう。はい。で、フィレットツールを作って、こう、ドグボンつけようとしてもらうと、さっきまで出なかった、こうですね、チェックマークがこう、ドグボンつけますよとなるんですね。で、こうクリックしてあげれば、こう、ドグボンがつけれます。はい。ですね。こういうとこですね。はい。内角につけていくということですね。もちろん、全部、つけることができます。はい。はい、ですね。はい。以上が、フィレットを付けられなかった時の、まあ、まず第一に試してみるのを進めた対処方法でした。